guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは、Nanase Arisa です。今日はですね、Thank you、まあ、ありがとうって英語で言われた時に対する英語のリプライの仕方について動画にしていこうと思います。というのも普段私のチャンネルだとね、勉強法とかを一応メインで上げていってるチャンネルにはなるんですけれども、ありがとう、 Thank you って言われた時に皆さん You are welcome だけしかね答えれない人多いと思うんですよ。で、私も結構そういうタイプだったんですが、まあちゃんとその You are welcome じゃない言い方、もっと自然なね、ナチュラルな海外行った時にね言い方とかもあるので、その辺をちょっと動画にして一回まとめてみようと思います。ということで、皆さんも一緒に考えて練習してみてください。こういうね英語を教える系っていうの動画もね、好評であればまた増やしていきますので、ぜひいいと思った方は、この動画見てる最中にグッドボタンをお願いいたします。ということで早速スタート。まず、Thank you に対してですね、これ結構イギリス英語らしいんですけれども、 You are very welcome っていう風に very をつけて言います。普通に You are welcome っていうんじゃなくて You are very welcome っていうことで、ちょっとこうなんて言うんだろう、皮肉な感じというのか、どういたしましてみたいな、 You are very welcome、 もちろん大歓迎だよみたいな感じのニュアンスが込められるんですね、 very をつけてるだけで。なので実際 You are welcome っていうよりかは You are very welcome って言った方がなんかこう面白みがある返しになって、こっちの方が私的にはなんか自然な感じがしますね。続いての2つ目が、これアメリカでよく使われます、 No problem。 この辺はみんなも聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、 Thank you って言われて No problem、 問題ないよっていう直訳するという意味なんですが、 No problem は本当によく使えるので自然な言い方、返しになります。結構アメリカ人は本当に No problem を結構よく使ってるのを聞きましたね、私は実際に見せた時に。ただ私的にはその R と L の発音が入ってるからちょっと使うのがね嫌だったんで、あんまり私は個人的にはね使ってなかったです、はい。じゃあ3つ目 Thank you って言われた時にあえて Thank you っていう風にちょっと You をねエンファサイズ、強調してお返事することもあります。これ結構チャットとかでよくこういうやり取りはしてました。日本語にするとありがとうって言われた時に、いやこちらこそありがとうだよみたいなシーンありません？なんか来てくれてありがとうねみたいな、いやいやいやむしろ呼んでくれてありがとう、こちらこそありがとうみたいな、そのこちらこそみたいな感じの意味合いで使いますね。 Thank you っていうね、 You を強調する、言う時も Thank you とかっていう You を強調していったりとか、文字にすると大文字にするとねこのニュアンスが伝わりやすいので、 Thank you に対して Thank you で返すっていう、これ結構ね意外とね使用シーンあるので、よかったらね自然な英語で覚えておいてもらうといいと思います。で4番目、これは私的にはなんかイギリスの紳士が使ってそうなイメージなんだけど、 My pleasure、 My pleasure、 別にイギリス紳士以外もね使えると思いますが、 Thank you って言われたら My pleasure、 もうMy pleasure ですよと、私の感謝ですよとっていう感じの言い方ですね。これはまあ喜んでみたいな感じで言えるのかな。基本的に Thank you、 ありがとうって言われた時に大丈夫だよ、全然大したことないよ、どういたしましてみたいな感じを伝えたいニュアンスでは全部あるんですけれども、 My pleasure ね、気軽に使えるかなと思います。では5つ目、これはですね、ありがとうって言われた時に I know you'd do the same for me、ちょっと長い文章みたいな感じなんですけど、ちょっと訳してみると、私は知ってる、 I know you'd do the same for me、 あなたも同じように私にしてくれるってことを知ってるよっていう、まあ日本語でも言いますよね、あなたがもし私が逆の立場でも同じことしてくれたでしょっていうような言い方ですね。 I know you'd do the same for me、 こうちょっとナチュラルにこうそうやって返せるとかっこいいんじゃないかなと思います。おーみたいな、 Thank you っていうのにね、 Welcome だけじゃなくて、なんかこの人英語ペラペラなのかなみたいな感じに思われるような返しだと思います。じゃあ6番目は Thank you って言われたら、これ結構よくね使えるし簡単でシンプル、 That's alright ですね。 alright だけでもね、まあ、使えるんだけど、 That's alright で大丈夫だよ、気にしないでみたいな、 That's alright、 alright ですね、 alright っていうこの L と R の発音が入ってるから、またこれも苦手な人も多いと思うんですけど、 That's alright、 Don't worry とかね、Don't worry とかね、つい出ちゃうね、はい。で、次の7番目がこの Don't worry に近いですね。まあ、Don't worry でもいいんだけど、No worries とかね、No worries ですね。No worries、心配しないで、Worries 心配、No で否定してるので、心配しないでみたいな、
気にしないでとか日本語でも言いますね。ありがとう、本当ありがとう、気にしないで大丈夫だからっていう感じでね、使ったりする感じで No worries をね、使ってみてください。私的にこの辺好きですね、使いやすい。次8番目が、It was the least I could do. It was the least I could do. またちょっとセンテンスになっちゃうんだけど、 It was the least I could do. 私ができることの、最低限のことですよ、こんなのみたいな、ちょっとこう謙遜したような感じのフレーズではあるんだけれども、まあこれぐらい長いフレーズも覚えておいて損はないんじゃないかなと。 It was the least, it was っていうのを、もう It was っていう、 It was っていう感じでこうもう短く発音してあげてください。 It was the least I could do. It was the least I could do. 私ができることの最低限やっただけですよという感じですね。まあ、謙遜する言葉がないとか表現がない、まあ、敬語がないとかって思われてる方多いと思うんだけど、やっぱり相手をこう敬う気持ちっていうのはどの言語でももちろんあるので、まあ、そういった意味でこういう表現っていうのはね全然ありますので、英語も勘違いしないようにしてください。続いてが、9番目かな、Anytime Anytime、 これかっこいいしよく使える。 Thank you Anytime、 いつでもどうぞっていうような意味ですね。いつでもいいよ Anytime、何でもこういつでも頼ってください、聞いてくださいっていうような感じで使えるんじゃないかなと思います。エディター、シンプルで結構使える。じゃあ最後ですね、最後私が一番好きな返しを皆さんにお伝えしようと思います。最後 Thank you って言われたら Sure Sure なぜこれが好きだかというとですね、簡単だからです、はい。まあ R の発音があるんだけど、 Sure って結構気軽な感じ、ありがとう、あいよみたいな感じなんですよ、本当に。なんか私結構日本語でもありがとうって言われた時、もうあいよいよ全然いいよみたいな、強がってんのか、こうちょっと本当に全然大したことないよ的な感じで伝え返すことが多いんですよ。なんかしても、ありがとうって言われた時にね、なんかそんなニュアンスで使えるかなっていう英語も。だから Sure ね、本当に Sure Sure とかね、なんか2回続けて、あもちろんいいよいいよみたいな感じでよく言ってました。でこれは多分どちらかというとアメリカ英語っぽい感じらしい、まあ、イギリス人ももちろん使うと思うんだけれども、もう本当にロスだと LA だと、ね、結構 Sure は、ね、多発して、もう Sure Sure 言いまくってましたよく聞いてたしね。だから Thank you って言われたら Sure No problem とかね、いう感じでこうちょっと組み合わせてもねいいと思うし、ということで、今日お伝えしたこの10個の返しですね、まあ、皆さんその You are welcome をこうなんていうの、学校で習ったと思うんですよ。 Thank you って言われたら You are welcome っていう風にね、こう学校ではね習ったと思うんだけれども、実際リアルな、海外の生活で使える返しっていうのは、まあ、You are welcome よりも今言ったような本当にこういう、なんだろうな、 Sure とか No worries とかそういう表現の方が聞くこととか耳にする機会は私的にも多かったと思いますし、You are welcome だけじゃなくて他にもこんなにもたくさんいろんな表現があるので、しかもそんな難しい単語入ってないでしょ。なのでぜひね皆さん、今度もし誰かから英語で Thank you って言われたら使ってみてください。多分 Thank you って本当にどんな時でもね、こう一番こう言われやすいようなフレーズだと思うんですよ、日本人が。特に道でね、道聞かれてちょっと教えてあげた時とか Thank you って言われたら、You are welcome じゃなくてちょっとこうね Sure とかね覚えてちょっと言ってみてください。報告コメント欄で待っております。はい、ということで、今日はですね、まあ、Thank you に対する返し、まあ、要は Welcome 以外で皆さんがいろんな表現で使えて、しかもナチュラルな英語ができるようにという動画にしてみました。まあ、普段ね TOEIC についてとか勉強法についてもね動画にしておりますので、よかったらチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録しておいてください。ということで一緒に勉強今後も頑張っていきましょう。私もまだまだ英語勉強中です。勉強したことをアウトプットしていけるようにどんどん英語磨いていきますので、ぜひ、グッドボタンよろしくお願いします。